売れない漫画家の娘だけど質問ある？父親、漫画家、還暦間際、売れてないけど芸歴は長い。私、漫画家の娘、21歳、新人少女漫画家。名前の特定以外は答えられる範囲で答えます。ほう？どうやって食ってんの？一応食っていけるレベルには稼いでるみたいです。家も一軒家だし。それは売れない漫画家ではない気がする。立派じゃん。父親はあんまり売れてないんだけど、締め切りは守るし謎に編集長に気に入られてるから。アンケート結果が悪くても打ち切りにならない模様。十分売れてる部類では？漫画家は理想としては単行本収益の印税で食べていけるんだけど、父は単行本があんまり売れてないから雑誌に載った時の原稿料で食べていってる。だから一時期は2本連載掛け持ちしてたけど今は1本だけ。連載2本掛け持ちって青年誌でそこそこ長通ってるレベルじゃね？どこからが漫画家かっていう線引きは今じゃ正直微妙。雑誌に載ったらって人もいれば、連載持ったらって人もいる。人によっては印税で食べていける人間だけが漫画家っていう人もいる。そういう意味では原稿料しか安定収入がないのは売れてる漫画家ではない気がする。まあ読み切りを何度か載せてもらってる程度の小娘が、連載を持ってる父親のことを売れてないとかいう義理はないかもしれませんけどね。売れてないのはお前だろ。私が売れてないのはそう。原稿書きながらレスしてるから返事遅かったらすみません。連載一つ終わった時その雑誌がなくなっちゃったから。よそに持ち込みに行ったら音信不通になって原稿返してもらえないって言ってた時はさすがに哀れだった。話が気に入らないのは分かったから素直にそう言ってくれればいいのに、気が弱い編集はそれも言わないで逃げる。他に持っていきたいから原稿返してほしいのに電話しても取り継がれないって言ってた。辛い。採用されなかったとしても一度出したものを他に出すとかってありなの？還暦手前になってもヒット作のないベテラン漫画家は、私みたいな新人と違って原稿料だけ高いから名前だけで追い返されることもあるらしい。哀れってひどいな。父親の漫画のジャンルは？一応少年誌のはずだけど、載ってる作品の傾向的に青年誌より？いや雑誌じゃなくて父親の漫画そのものの話か。今連載してるのはエセ歴史もの？っていう表現でいいのかな？昔は SF とか書いてたけど、父、編集に歴史もの書いてみない？って言われたから書き始めたらすっかり歴史漫画家扱いされてる。歴史ものが書きたいわけではないんだがって以前言ってたな。マヤミネオ？マヤミネオは少女漫画家。売れっ子やないか。ノブシェフ？ドラマ化、映画化してるような漫画家は売れっ子に決まってるじゃありませんか。あんまり言うと特定されるかなと思ったけど、知らないものはみんな出てこないか。あんまり特定しようとしないでね。某実況者にハマった父親、俺もゲーム作ってこいつに実況してもらいたい。俺シナリオ考えるから俺の言うように作ってくれ。私、自分で作れ。VTuber を見た父親、俺も美少女 V になってチヤホヤされたいからモデル作ってくれ。私、何にでもすぐ染まるな。父親、なあ、V やると聞こえ変えるソフトとかもある？私、そりゃあるだろうけど、まだ諦めてなかったのか。父親、好みのジジイの声にできるかな。私、元からジジイだろ。こんな父親。まあいろいろアンテナ広げとるのは良いことなんじゃない？闇芝居的なのやりたいらしい。やっぱり足代は高い？アシスタント代は詳しく聞いてないけど、漫画家の中では父親はそこそこ上げてる方だったらしい。今は足さんいない、長いこと足やってくれてる人がいたんだけど病気で亡くなっちゃったみたい。その後雇った若い人は背景書かせようとしたら、父親の絵のパースが変とかうるさくて首にしたって言ってた。わざと演出でパース崩してんだよってキレてた。なろう漫画が多すぎるけど、コミカライズ依頼って来るの？コミカライズ依頼は全然来ないです。コミカライズするような作品とは絵柄が合わないみたい。劇画調というかなんというか。バキとビースターズの板垣親子はどう思う？板垣親子たまにチャンピオン買うので見ますけど、親子って知った時は絵柄も作風も全然違うのにって驚きましたね。でもよく考えたら、私と父も絵柄から作風から何もかも違うんですよね。あの親子はそれでも同じ雑誌ってのがすごいですね。しかも両方売れている。正直スレタイモレスの内容からも親をディスってるだけで不快だな。不快に思ったなら失礼しました。どれも父本人が自分で言っていたことなのと、身内だからってので口が悪くなりがちでしたが、ディスってるつもりはありませんでした。父親のことは親として尊敬しているかと言われれば微妙ですが、この業界の先輩だとは思ってます。散々売れない呼ばわりしてますが、私の方が売れてない前提の言い草で、確かにひどいな。まあ必要以上に謙遜するのは日本人の癖ではあるし、しゃあない。タイトルを改め、売れない漫画家ともっと売れない娘。いやもっとトゲが強いか。普通に漫画家の娘でよかったなと今思ってます。スレタイは別に気にならんけどね。売れてる漫画家ってのをワンピースやドラゴンボールなどの一線級だとすると、自分では売れてると言いたくない人もいるでしょ。イッチが子供の頃の思い出話とか聞きたいね。父を尊敬した？
エピソードは、私が小学生の頃私がいじめられてることを聞いた父は、ネタの宝庫じゃねえか積極的にいじめられていけと言い放ちました。その時こいつ、人の親としては全く尊敬できないけど、このパッションは見習っていきたいなと思いました。ネタの宝庫は面白いな。実際こんな風にいじめられたとか説明したの？いじめについては父には何も言ってなかった。私の学校の様子とか聞きたがらなかったし、母にはたまに話してたけど、その内容を母がそのまま父に言ったみたい。いろいろエピソードをまとめていけば、ど根性ガエルの娘みたいな自伝漫画が描けるかもな。まあ、あそこまで破天荒な親はいないと思うけども。私が物心つく前、父が私を座布団に乗せてブランコみたいに揺らして遊んでたら、そのまますっ飛ばしちゃって私の肩脱臼したらしい。慌てた父は母に見つからないよう私を机の下に隠したとか、その後病院でもっと早く来いと怒られる。それはすごいなぁ。やっぱり物を生み出してそれなりに稼げる人はどこか尖ったとこがあるんかね。父は顔を合わせると面白い話をしろっていうタイプ。最近見た漫画アニメ映画なんでもいいからあらすじを話せって。子に話をさせるのも教育の一環かね。うまく話をするのは簡単じゃないしね。私が小さい頃、積み木で鳥居作ってその周りを踊ってたらしい。父が何してるの？と聞くと鬼踊りと答えたそう。あれは鬼門向いとると、父にはお前昔は天才だったのになぁと惜しまれる。諸星大二郎を幼稚園児に読ませるな、妖怪ハンターネタ通じるのかな。今時の5チャンネルは年齢層高いから、妖怪ハンターや魔界都市ハンター、ハンターハンターなどいろいろわかるよ。よく父と交互に話作る遊びしてたな。私が物語の冒頭一文考える、そうすると父が続きの一文考える、その続きを私が、で交互に話を作る。たかしくんは公園のホームレスのおじさんのところに遊びに行きました。おじさんはたかしくんにいいものを見せてあげると言いました。おじさんが手に持ったのは牛丼でした。これでタイムマシンを動かすんだみたいな。お互いにだんだんできるだけ相手が苦しむ返しをしてやろうと躍起になる。父、お前が創作の怖い話の語り出しでその神社は昔お寺でしたって言った時はゲラゲラ笑ったけどな。住職に何があったんだよ、せめて逆だろって。私、逆ならいいのか。多分怖い場所プラス怖い場所イコールもっと怖い場所だと思ったんだろうな、当時の私。いや別にお寺の神社も怖い場所じゃないけど。ある意味、禅問答みたいなもんやな。そんな感じの父にもちょっとヤバめのファンがいて、ファンレターも送ってくるんだけど内容が狂信者じみてて怖い。ネットで父の他のファンに粘着してイチャモンつけてると割と困る。どうも躁鬱病の人みたいで躁の時は暴走するんだけど鬱の時に謝罪の手紙が来る。父親との会話が今の創作活動に繋がってるんやろなぁ、などと今までのレス見て思ったりする。狂信的ファンは怖いね。昔父が仕事場の網戸壊れちゃった？で窓の外が写った写真をツイッターに上げたら、そのファンにリプで仕事場の場所特定されてしばらく家族で震えてた。怖いから電話も留守電にならないと取らなかった。結局あれから10年くらい経った今も何もなかったけど、いろいろ面白いエピソードありがとう。家の特定は有名人あるあるなんやろね。親戚が父親のこと言いふらしてサイン頼まれたりするパターンも経験あり？サインとかそういうのはないですね。よっぽど有名な人じゃないと。朝ドラでゲゲゲの女房やってた時、水木しげるの娘がクラスメイトに、お父さんの漫画に私を出して、そうしないと仲間外れにするって言われる話があって、当時母親にこういうこと言われたことある？って聞かれましたけど全然ありませんでしたし、クラスメイトに親が漫画買って知られても何書いてるの？〇〇とか何それ知らないで終わりでしたし、小学生の頃に職員室で漫画読んでる先生がいて、私の担任の先生がその広告に載ってる漫画家の娘がうちの生徒にいるよって言って、どれですかあれあれみたいなことはあったらしい。そのお宅の先生も後に私の担任になる、職員室で漫画読むなよ。その先生は歴史の授業と称してギャグ漫画日和を見せ、地理の授業と称してバカリズムの都道府県の持ち方を見せたりとやりたい放題だった。生徒が自主的に動けばハガレンのブリックス兵のようだと感動し、終了式でペルソナ4のエンディング曲を熱唱する、生徒からは好かれていた。若いな。まあ父もネットに別名義で絵をあげたらお前〇〇だろってバレるくらいには名が売れてるっぽい。やっぱそれなりに有名な人か。芸事で食ってる家はやっぱり独特なものある気がするな。父親が買ってくる漫画はいつも独特な癖の強い漫画だった。有名なやつは絶対読まない。私が勧めると有名な作品からはパク。オマージュできないじゃんって言ってた。ネタは別ジャンルから拾え、ホラーを見て恋愛物を書き、SF を見てギャグを書け出そう。犬神博士とか読んでそう。昔、父親がいつもみたいに変な漫画を買ってきた、新刊コーナーにあったのを適当に買ってきたらしい。バニラスパイダーと進撃の巨人の一巻、しばらくしたら進撃が大人気になって父親に続き買わないのか聞いたら、
大人気だからいいと言ってふてくされてた。安倍陽一は気に入ったのか、素潜りリンゴと金魚鉢男とか少女騎団マコラとか買ってた。自分が目をつけたと思った作者が自分より売れると悔しいらしい。気持ちはわからんでもないけど。安倍陽一の作品面白いよな。ここでその名前見るとは思わんかった。他の人の作品で刺激を受けるのはいいことだと思うわ。オマージュ云々は置いといても想像力が広がるからね。自分が漫画家になろうと思ったのは父親の影響？雑誌社には最初から〇〇の娘ってバレてたの？漫画家が将来の選択肢に入ったのは父親の影響かもしれない。物心つく前から絵ばかり描いてる子供で、成長するに従って私には漫画家になるしか道はないんだって思うようになった。担当編集さんには最初何も言ってなかったから。あんまり夜遅くに電話かけたら迷惑ですよね。親御さんに心配かけちゃうしって言われた時。親も漫画家なのでって言ったら初耳ですけど。なんでもっと早く教えてくれないんですか？って驚かれた。でも父が何の漫画描いてるか詳しく聞かれなかったし、親子漫画家みたいな宣伝も一切されてないから。宣伝しても漫画がつまらなかったら無駄だしの。漫画の宣伝なんて雑誌の立ち読みぐらいしかない。誰々の子供だから面白いなんてことはないわけで。一は彼氏いるんか？彼氏いない歴イコール年齢の母女です。辛いね。恋愛対象は三次元の男だし、片思いしたことはあるけど振られるし、自分がストーカー気質だと気づいてしまったので、好きな人がいても告白できなくなってしまった臆病者です。父親からは早く恋人作れ、子供産め、漫画家なんかになったら出会いはないぞ、お前が言うか？誰の子供でもいいから、シングルマザーでもいい、養子でいいから孫と遊ばせろなどなど言われている。一もそれなりに売れれば、板垣親子みたいに親子対談企画とかあるかもしれんな。板垣親子は出版社どころか雑誌も同じだから企画やりやすそうだけど、うちは出版社すら違うからなぁ、どうかなぁ。私の絵は担当編集さんにちょっと古いと言われる、父親も古いって言われるって言ってた。母も絵描くけど昭和の少女漫画って感じ、今風になりたいね。少女誌って今はたくさんあるの？少女漫画誌いっぱいあるよ、今は電子増刊も結構あるみたいだし。編集さんがちょっとお色気系の雑誌は電子限定で売れるって言ってた。大島康一先生かな、20もサバ読むか。顔と性格そこそこで父親に似てないイコールハゲデブじゃない男性なら最悪無職でもいい。代わりに私の身の回りの世話をしてくれ、専用主婦募集中と父親に言うと、漫画家なんて不安定な職業なんだから絶対共働きにしろ、お前が養うんじゃなくて養われるんだよ、と言われた。え？うちの母親専用主婦なのにお前が言うの？でも私が生まれる前は銀行口座の額10円になったことあったらしいしな。どうやって持ち直したのか知らないけど、飯が食えなくなるのは大変だしな。漫画家用に口を出さない人で養ってくれる人現れればいいね。特定しても別に面白くないやろ。しかし水商売は大変だな。一致美人そうだな。家事苦手なんか？家事は全然できない。大雑把だし、面倒くさがり屋だし。売れっ子漫画家になって家政婦さんを雇えるようになりたいな。いくらぐらいかわからないけど。美人ではないよ、残念だったね。友達からは大谷翔平にと言われる。友達が作った、顔をすげ替えたコラ画像で見た人、みんな騙されてた。めっちゃ愛嬌ありそう。仕事も家事もできて髪もあってデブではないアラサー男は需要あった？愛嬌はどうかな？仕事も家事もできる？めちゃくちゃ需要ありそうなのに独り身なんですか？なんで？出会いがないとそんなもん、もらってくれる？偶然現実で出会ったらよろしくお願いしますね。好きな漫画、作家さんとか教えて。私が人生で一番面白いと思った作品は魔人探偵の尾上ネウロです。アンマル教室も良かった。松井流星先生大好きです。あと好きなのは吸血鬼すぐ死ぬとかプラネットイズとか。少女漫画だと君は春に目を覚ますとか暁の夜なとか上げていくとキリがないので。あと私、長編より短編集が好きで本屋とかで知らない作者の短編集を表紙買いしたりします。長編連載ってその作品気に入らなかったらそれで終わりだけど、短編集ってどれか一つ気に入ったら結構満足しません。クイヨウコさんの短編集どれも外れないのでおすすめです。10ページ未満で終わるショートショートから長めの話まであって楽しいです。ダンジョン飯も面白いし。ボーボボは嫌いなん？ボーボボはアニメ2話目でリタイアしたんですけど、漫画読んでから評価すべきですかね。いや意味不明さは変わらないから合わないならやめよう。漫画家娘さんのおすすめ漫画ある？漫画大賞基準の期間8巻まで出てるやつで。8巻縛り結構難しいな。暗天様の腹の中、2巻、連載中、怪奇ダークファンタジー、因果応報がしっかりしてる作品は安心して読めて好き。荒くれお嬢様は悶々している、3巻連載中、学園ラブコメ男性向け。お色気要素強いから知り合いに進めづらいけど性教育がちゃんとしてて偉い、お嬢様が可愛すぎてちょっと泣いちゃった。歌方ダイアログ、3巻完結済み、日常もの。ドラッグストアのバイト日常もの、なんか妙に面白い。作風がなんとなく石黒正和先生っぽい、どう
者のその辺のアクタも面白い。プラネットイズ7巻、今月末出る8巻で完結、サイキックアクション。さっきも書いたけどめっちゃ面白いので再度、アニメと同時に漫画連載開始してアニメはとっくに終わったけど、漫画が最近完結した、愛の物語はみんな好きなんだ。返信いただいてた、ありがとうございます。アンテン様はツイッターでバズってたやつだけ知ってる、ジャンプラよね。他は見たことないから見てみる、ありがとう。全く漫画の趣味が合わなそうでわろた、頑張れ。好きで売れてないわけじゃないのに娘のネタにされてかわいそす。水上さとしの漫画面白いよなぁ。まさか今になって惑星のサミダレがアニメ化なるとは思わんかったけど。父親はこの世の全てをネタにしろって言ってたし、本人も娘のことをネタにしていたのでおあいこです。この流れで水上先生のスピリットサークルもアニメ化しよう。お父さんの漫画はこれまでに何冊くらい出版されてるの？何冊ってのは今まで出版した作品数ってこと？それとも単行本の帯とかに書いてあるシリーズ累計2000万部突破みたいなやつ？最終ページに書いてある初版第1冊みたいなやつ？多分作品数ですよね。今ウィキで調べたら連載は10作品ぐらい？でも私が知っててウィキにないのもあった。売れてる漫画の何万部突破みたいなの父親が見たとき、俺の連載作品全部合わせてこれに届くかどうかってぼやいてたな。今書いてるやつは1冊だけで全然増刷されないって言ってた。印税が入らないって嘆いてる。私も自分の発言を改めて反省しました。世の中には私のように父より売れてない自称漫画家の方が多いです。父は売れてないわけではなく中堅ですね。学生時代、父の漫画を知ってる人が誰もいなかったので売れてないんだと思い込んでいました。ネットで調べてみたら父の漫画を良いと言ってくれる方々がいます。ありがとう、あなた方のおかげでうちは食っていけてます。単行本を買って雑誌のアンケートにも良かったって書いてね。まあここで父のファンに向けた言葉を言っても意味はないのですが、皆さんぜひ自分の好きな漫画は積極的に単行本を買って雑誌のアンケートも書いてあげてください。家には資料用の漫画が山のようにあるの？家族全員の分とすると結構あると思う。でもそんなにたくさん置くスペースがないから手放している漫画の方が多い。そのための電子なんだけど紙のページをめくるのが好きなんだよな。資料用って言っても漫画以外にもネタになるものはたくさんあるし、映画とか曲とか。お父様の漫画のおかげで毎日自家発電させていただいてます。ありがとうございます。技術的なことだけど、あらゆるアングル、構図ってどうやって体得したの？難しい構図の絵を描くときは自分で写真を撮ってそれを見ながら描く。最近は 3D モデルもあるからそれでもいい。ネットから拾うと著作権的な問題になるからフリー素材以外自分で用意した方がいい。想像だけで描くのは限度があるからね。難しい構図をそもそもどう思いつくかってのは本人のセンスだからなんとも。私も父もそういうセンスない方だし。ただ同じページに同じような構図のコマはできるだけないようにしてる。画面が単調になっちゃうから。私は絵を描くときは脳内に描きたいシーンの 3D モデルみたいなのがあって、それをぐるぐる回して構図を決めるイメージ。ありがとう、参考になった。いえいえ、私も勉強中の身なので、絵描く人ですかね？頑張れ。夢の印税生活は簡単じゃないってことですな。絵丸漫画とか描きますか？私は絵丸は描かない。父親は別名義で描いてサイトに上げてるっぽい。アニメ化はよ。商用より同人費絵丸含むが儲かるってパターンもあるしな。絵で食べるのも厳しいですな。親を見てよくやろうと思ったな。私は漫画描かないと生きていけないんだって思ったんです。漫画描くのはしんどいしいつも姿をくらましたいと思ってるけど、今も描かなきゃいられないとは思ってる。作画はやっぱデジタルなん。漫画作る環境を聞きたい。私はネームペン入れトーン全部デジタル。小中学生の時はアナログで描いてたけど、高校生の時父親から古いペンタブもらって描いてた。その時はメディバンペイント使ってたけど今はクリップスタジオ。父親は少し前までペン入れまでアナログで、トーンだけデジタルで貼ってたけど最近フルデジタルにしたらしい。液タブと大昔のバージョンのフォトショップ使ってる。現在クリスタに移行しようとしてるけど苦戦してる。最近はアナログ作画の人も減ってトーンとかペン先とかのいろんなメーカーが廃用してる。それでさらにアナログ作画が減る。みたいな状況だからデジタルの人がほとんどじゃないかな。トーン高いし。デジタルなら無限に使えるし貼るのも簡単だから。昔は小さいトーンとかすぐ剥がれてトーンベラでひたすらするの面倒くさかった。もう廃用したと思ってたトーンのメーカーがクリスタで素材販売しててちょっと嬉しかった。クリスタ普及してるねー。やっぱり選択肢としてはベターなんかな。椅子などはお高いの使ってる？あとは作画中は音楽とか流したりするのかとか。漫画家デビューした時、出版社から商品に4万相当のものあげるって言われたから椅子を頼んだ。座面が左右に割れててどんな姿勢でも座りやすいみたいなやつ。初めて座った時左右で別々に傾くから尻が割れるって思ったけどもう慣れた。でもめちゃくちゃ座りやすいとも思わない、普通。そんな変な椅子あるんやね。作画中は米津さんとかヨルシカとか須田慶奈さんとかボカロとか流してるけど、
割とすぐ飽きるので YouTube で耳だけで聞ける物語系とか解説とか聞いてる。ゆっくり SCP 解説とか好きだったんだけど、最近 YouTube はゆっくり動画収益停止多くて動画数が減ってしまい悲しい。アンダーテイルのサントラもよく流してる。同時に複数の漫画賞に出すみたいなのはダメだけど、両方で受賞するかもしれないから。持ち込みでダメだったやつ他のところに持ってくのは全然 OK。最初に言った雑誌に合わなかっただけで他の出版社だと通ることもあるから。私はほとんど漫画賞に送ってたからやったことないけど。進撃の巨人の持ち込みがジャンプ落ちてマガジンだっけ？確かそんな風に聞いた気がする。ジャンプの漫画は90年代後半からくまるつまんなかったから仕方がない。一応定期的に見てはいるので質問あれば答えますよ。漫画業界はブラックって言われるけど、近い将来都合に合わせて休み救済が取りやすくなったり、会社員でいう福利厚生みたいなのには対応していくと思う？読者は割と漫画家の体調とかに寛容になったと思うけど。福利厚生はどうかな？出版社と契約してるとはいえ漫画家って自営業だし、漫画家本人次第だから、出版社は昔より寛容になったとは思う。ストーリーはどうやって考えてるの？ストーリーは思いつくまで必死に頭ひねるしかないです。私はペン持たないと思いつかないので、納得いかなくても一回最後まで書いてからどこを直せば面白くなるか考えます。よく漫画家への質問にどうしたら面白い漫画が書けるか聞く人がいますけど、聞かれてる人全員、こっちが知りたいわって思ってます、多分。俺のいとこも漫画家で一冊出したいこう聞かないから、漫画家ってたくさんいすぎて大変なんだろうな。父の友達の漫画家の人も昔は商用紙で書いたりゲームのイラスト書いたりしてたけど、今は同人でしか書いてない人もいるので世知辛い業界ですね。私の載せてもらってる雑誌は年3回漫画賞をやっていて、毎回3人ぐらいはデビューしてます。なので、私みたいなデビューしたけどまだ連載持ってないような人は吐いて捨てるほどいると思います。今は連続してネームが通ってるので各月ぐらいで読み切り書かせてもらってますけど、私みたいな新人は読者には覚えられませんからね。うまく連載できるといいですね。連載持てないと今のバイト先もなかなかやめられないので、早く漫画一本で食べていけるようになりたいですね。まあ連載開始しても5話ぐらいで打ち切りになることもありますけど、年に何度も読み切り載せてもらえるってすごい。今のところ今年は読み切り4本。読み切りの原稿料ってどのくらいなの？原稿料はページごとだから、私だと1ページあたり7500円くらい。いつもだいたい40ページ前後の読み切り書いてるから1本30万前後ですかね。原稿料は出版社にもよる。今日の気分でおすすめしたい漫画とアニメを2つずつくらい教えて。おすすめ漫画は上で挙げてないやつだと。サイキクスオの災難、超能力ギャグ。体力使うギャグ漫画で26巻も続いたのすごい。しかも打ち切りじゃなくちゃんと終わらせてくれた。マロニエ王国の7人の騎士、7人兄弟の騎士がそれぞれ近隣諸国で問題解決するファンタジー。この人の漫画なんか言語化できない面白さがある。それぞれの恋愛模様の書き方がうまい。妙に続きが気になるアニメ。モブサイコ100、原作漫画も一通り読んだ。アニメの動きがとにかくいい。手の作画が変態的。さすがボンズさんやで。話の内容も超能力ギャグかバトルものかと思ってたけど、青春ジュブナイル作品としてめちゃめちゃいい。サイコパス、未来の犯罪捜査もの、グロ耐性がある人向け。1期はストーリーがすごくいい。2期は私はキャラが好きだから見てたけど、1期と比べるとちょっとシナリオの質はランクダウンする。知ってる人多そうだけどこんなんかな。おすすめサンクス。岩本直の漫画はなんか雰囲気いいよね。天狗のやつも好きだったわ。おすすめのうちサイコパスだけは見たことないんで見てみる。サイパス一期は良いね。新世界より、狼と香辛料、ガンスリンガーガールもすごくいいよ。おすすめありがとうございます。新世界よりはアニメを当時家族とお茶の間で見てたけど、登場人物が盛り始めて見るのをやめてしまった。昔はアナログで書いてたん。デジタルだと有名になった時の原画展も印刷になるんだろうし、少し味気ないよね。原画アナログで見たいのわかる。でも書く側としてはアナログで書いた修正液跡だらけの原稿見られるの恥ずかしい。デジタルならどれだけ修正してもバレないし、デジタル原稿のダメなところはどこまでも書き直してしまって進まないところですね。昔アナログで書いてた時は修正液の上からは書きにくいからある程度諦めて次に行ってたけど、デジタルだと気になったとこ全部書き直したくなる。そうして締め切り当日にあと7ページみたいな地獄になる。ネットにアップした後に修正しまくる漫画家さんもいますね。完璧主義ってわけじゃなくても気になるとこは気になるやろうしな。ある意味ではデメリットと捉えることもできるわけか。デジタル作画。お父さんから学んだことでこれは役に立ったっていう漫画の書き方や練習方法は？父とは漫画の書き方の話とかほとんどしないからな。私に漫画家になって欲しくなかったみたいですし、男との出会いがないから、言っても商売が滝みたいなもんですしね。上みたいにペン入れが全然終わらんって言った時は満足するまで書いてたら一生終わらないから諦めろって言われたとか。
本当に面白い作品はテーマが一言で言い表せるとか、ガラスを描くときは一番暗い色の隣が一番明るい色になるとか、目と耳の間は思ったより間が空いてるとか、手の指の関節は指の付け根からじゃなくて中指骨から曲がるとか、ほんの雑談というかそのレベルですよ。お父さん売れてないって嘘ちゃう？売れてないは訂正します。中堅漫画家です。漫画家って芸歴何年って表現するの？芸歴以外の言い方わからなかった。業歴？アシスタントとか何かしらの形で携わりたい。募集とかしてる？私も父もアシスタントは特に募集してません。今名前伏せてますし。アシスタント募集は検索したら出てくると思いますよ。あとは雑誌に募集が載ってる時もありますし。新人漫画家さんだったら編集さんに紹介してもらえるかもしれませんよ。出版社によっては漫画賞に応募するときにアシスタントに興味があるかみたいな項目がある。漫画を早く書くコツ教えてください。早く書くコツは私が教えてほしいぐらいなんですが、強いて言うなら漫画家はイラストレーターと違って楽して書く、ちょっとズルをするのがミソだと思います。と言っても今話題のトレパクとかじゃないですよ。一コマ一コマ緻密な絵を描いていたら時間がいくらあっても足りないので、できるだけ絵を省略する。少ない線でいかに表現できるかだと思います。まあ線数は人によって絵柄もありますけど、あとは少し前のページの絵をコピペしてちょっと書き直して使い回したり、週刊誌だと意識しなくてもちょいちょいコピペ見つけてしまいますが、見なかったふりしてください。探そうとしないでください。許して、時間がないんだ。どこなら省略できるかわかるようになるにはとにかく数書くしかないです。同じような絵を描き続けてたらだんだんこの線なくてもちゃんとした形に見えるなっていう気づきがあると思うので、ありがとうございます。私は今なんとなくで線を引いてると気づきました。参考にしながらやってみます。主は腐ってますか？腐ってないです。NL しか見れないです。あと夢も無理です。推しを見守る壁の市民になりたい。今年収はいくらくらい？週5でフルタイムバイトしてるから、バイト代と原稿料合わせてだいたい 240?290 万ぐらいだろうか？年に何回掲載されるかによるから結構ブレると思う。ここから3分の1ぐらい税金で取られてないた。税金は高いな。ライバル多すぎね。ライバルは多いですね。どうにか周りと差別化しないと読者の目に留まらないので頑張ります。自分の時間取れてる？自分の趣味にはあんまり時間取れないかな。でもとにかくスピード重視なら原稿の合間に二次創作書いたりはできる。漫画やゲームめっちゃ積んではいるけど、今は趣味でノベルゲームを作りたいんだが、時間がなくて6分の1くらいで止まってる。作る系の趣味は時間かかるから難しいな。差別化、ゲストキャラの尊厳破壊とか、主要キャラに死欠損フェチを発症するとか、主人公をラスボスにするとか、可愛い絵柄でえげつない話を書くとか、なんで全部エグめなの？安易にエグくすれば差別化できると思ったら大間違いだぞ。以上丸壁フェチなので嫌いじゃないがね。まあそれはさておき、お話読んでたらその後の流れを想像しながら読むじゃないですか。いわゆる王道の流れ。そこからちょっとずらす、想像通りの流れにならないってだけでちょっと続きが気になるじゃないですか。そういう意味合いでした。ただ、差別化したいという話であって私の漫画が差別化できてるわけじゃないんですよね。理想は王道とはちょっとずれた道筋で王道のうちに戻ることなんですけど、王道すぎても飽きちゃうし、王道からそれすぎても理解できずに萎えちゃうので難しいですね。いや、ワンピース、鬼滅の刃、進撃の巨人、メイドインアビスとかの特徴を書いてみた。人気アンアビスは一部で。逆に最近はそういうエグめのでも売れてるのがあるから、エグいイコール差別化にはならないってことです。エグいのは売れないとは言ってない。まあ売れれば何でもいいんだけどさ。というかワンピースそんなんあるのか、実は読んだことない。父親も一冊、一巻ではない、だけ買ってあと読んでないみたいだし。おっさんが時々尊厳破壊されてる。そうだったのか。ナロー系が続々アニメ化している現実をどう思う？どうも何もいいんじゃないんですか？人気があるからアニメ化してるわけだし、別にナロー系以外の漫画とかもアニメ化はしてるんだし、私はあんまり興味ないから見ないだけで、父は毎朝ナロー系見てます。自分でも趣味で書いてるみたい。特定して欲しくないはずなのに親父の会話漏らしすぎて笑った。尊敬できる自慢のお父さんなんでしょ。父親のことなんか全然尊敬してないんだからね。まあ父親が趣味で何やってるのかとか漫画家としての名前の方に紐付けされてないので、特定のしようがないだろうってのが本音ですけど、たまに雑誌のコメントで日常のこととか書いてるみたいだけど、ネットで検索して出てくるものでもないですし、今画面の向こうにいるのが自分の知ってる漫画家の娘かもしれない、ぐらいの想像はどうぞご自由に膨らませてください。あなたはあなたのしたいようにしなさい。10代なら主要しながら YouTuber やるのはいいと思うんだがな、お金は稼ぐんだ、女性の特権を使って。女性の特権？女ってだけで見る男がいるってこと？逆に女ってだけで見ない女もいる気がするけど、有名漫画家ならいざ知らず、無名の新人漫画家の動画見たいですかね？あと10代じゃないです。22歳です。
いやまだ21か、もうすぐ22だけど。じゃあ働かないと、パートプラス VTuber か、リクナビで正社員応募するか。自営業は覚悟がいるぞ、人間関係がないのは強みだが、確定申告のやり方は親父に泣きついて覚えた方がいいぞ。なんで週5でフルタイム働きながら漫画描いてると言っているのに、さらに VTuber や正社員を勧められているのか。自分の確定申告はやってます。父親はやってません。全部母親がやってます。あと残念なお知らせです。貧乳です。ともかく体で再生数を稼ぎ出したら戻れないと思うので嫌だな。ごめんな。ちなみに身長はいくつ？身長167センチ。ロリッコ低身長漫画女子じゃないのか。高身長貧乳21歳オタクも女で悪かったわね。貧乳はちょっと、女性としてはでかいし。まあ、少女漫画家としてはぴったりかもね。はい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 。メガネしてますか？してない。目はいい。高身長いいな、かっこいい。自分も漫画家志望だけど普段はアシスタントで稼いでる。いざとなったらプロ足に転向できるし、早くデビューしたいよ。あと小回り考えるの苦手なんですがどう意識して小回りしてますか？小回り私も苦手です。とにかく同じような小回りが続かないようにだけはしてます。本当にものすごく苦手なら全部同じ大きさのコマで各コマのが書くとか構図決めてから、前後数ページと被らない小回りに調整するって感じがいいですかね。手間ですけど4コマ漫画を普通の漫画に落とし込むイメージ。あとどうしても小回りが思いつかなかったら自分の好きな漫画を見る。トレスはダメですけど結局自分の好きなものを参考にするのが一番だと思います。あとデビュー頑張ってください。私もまだまだこれから頑張る側の人間ですが、とにかく時間を見つけて数書きましょう。私もデビューした年は数打ち当たる戦法で1年に30ページぐらいの原稿4、5本書いてました。高3で進学予定もなく後がなかったので死に物狂いで書いて、今年デビューできなかったら泣きながら父のアシスタントしようと思ってました。滑り込みでデビューできてよかった本当に、早く連載持てるよう頑張ります。やっぱりみなこまわりは鬼門なんですね。好きな作家さんを参考にしてみます。数打ち当たる戦法やりたいけど担当編集がいるからできない、デビューできるよう頑張ります。担当さんついてるなら二人三脚で頑張りましょう。小回りとかも相談したら参考資料とか教えてくれるのでは？出版社にもよる？うちの編集さんはこっちが引くほど資料を送ってくれるんだが、数打ち当たるはぶっちゃけ4分の3同じ出版社に送ってました。いろんな出版社にではなくいろんな話を書こうって意味の数打ち当たるのつもりでした。私は今の出版社が好きなのでしがみついてますけど、父はこの出版社じゃ無理そうと思ったら早々に次行けとは言ってました。頑張ってください。いろんな話を書こうはもうすでに実行済みだったりします。結果が出て作風は固まって今は固まった路線でネーム提出してますね。割と担当さんも新人なのでテクニックやそこら辺も二人三脚な感じで、担当さん自体はいい人だし恩義もあるから、できるなら自分が担当さんの自慢できる作家になりたいって気持ちが強いのですが、漫画を描きたい気持ちもそれを上回るくらい強いので、別の場所に再度持ち込みも考えてみます。ただ数ヶ月前に某有名出版社が出張編集部に来た時に持ち込んだ際、いろいろ話していて今の担当編集と頑張った方が良いとまで言われ悩んでいました。ありがとうございます。頑張ります。そこまで自分の中で決まってるなら余計なお世話でしたね。応援します。漫画だけで食えるようになるとええね。本当にそうですね。ファンレターもらったことはある？ファンレターは何度かあります。ありがたや。中には私ならこう書くのにみたいなご意見もあって受けるなと思ってます。自分で書いたらいいのにもったいない。下手かうまいか判断するから、漫画の一部分見せて。え、見せるのは正体明かすのと変わらん。絵は検索しようがないから一部あげたろかなと思ったんですけど、なぜか URL が弾かれてエラーになるので諦めました。すみませんね、そもそも私、自分の絵の評論頼んだわけじゃありませんし。漫画だけで家を建てた親父すげえな。漫画家の親の元に生まれてきて良かったこと悪かったことは？すみません、漫画家の娘で良かったことが特に思い浮かびません。娯楽には寛容だけど漫画家じゃないと寛容じゃないってわけじゃないし。私が漫画家の道を選ぶのに文句は言えないと言いながら結構文句言ってるし。悪かったことは、漫画家の娘だから絵が上手いって思われるところですかね。画力が遺伝するわけでもないのに。え、上手いね。へえ、お父さん漫画家なんだ。なんだ、だからかって言われるのが嫌。なんだってなんだよ。努力せずにいきなり絵が上手かったとでも思ってるのか？ピカソか？絵が上手いって言われても親が漫画家だからですよって自分から理由にするようになってしまった。漫画家になれる人となれない人の違いは何だと思う？とにかく数を書いているか、諦めずしがみついたかじゃないですかね。忙しくて書けない、頭の中に話はできてるとかいう人は、言い訳してる間にさっさと書けという話ですし、自分には才能がない、周りに理解されないなどの理由で志半ばで諦める人は、その程度の気持ちだったんだなと思います。
本当に漫画家になりたくてそのために生きてきたんだったら、それ以外の人生なんていりませんよね。働きながら読み切りを書くことだってできますし、若い頃から漫画を書き続けて60以降で天寿を全うした人が最後まで漫画書いていたけど、結局漫画家にはなれなかった。そういう人に限っては残念ながらよほどセンスがなかったか、タイミングが悪かったか、タイプの合う編集者に巡り合えなかったんだなと思います。猫背なってる？漫画家とかテーブル仕事の人に多いイメージ。背中はまっすぐだけど首が曲がっちゃう、S 字猫背ってやつかな。背が高いから人と目線を合わせようとするとどうしても首が曲がる。体大事にねー。はい、お気遣いありがとうございます。首背中腰は漫画家人生に関わるっていうので、あと字。あなたは漫画家を志したことはありますか？ぜひコメント欄に一言お願いします。以上、2022年8月に書き込まれた2チャンネルスレの紹介でした。